皆様こんばんは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。オリックさん負けました。なんか悔しいね。今日の負けは全然こう抑え込まれていたわけでもなくね、ヒット13本も打ったゲームで、いやね、皆様のコメントをご紹介するバージョンでございます。僕の X に寄せられましたコメントでございます。まずは、バファセレさんは現地の写真を貼ってくださいました。8回杉本の三塁線の打球を村上が止めましたね。そうなんだよ、あれ抜けていたらね点入ってるもんね。内野安打にはなりましたが、あれで流れが切らされた感じがいたしますということ。確かにおっしゃる通りだ。アコニャンさん、現地の写真貼ってくださいました。ありがとう。現地負け方でした。8回の満塁で最大に声を出して応援しましたが残念です。ありがとうね。でもラオウの第1号ホームラン、一緒に昇天ポーズができて嬉しかった。明日は勝つのバファローズというね、本当にそういったなんていうのかな、ポジティブにね書いてくださる、ありがとうございます。そんな感じで、ユーミンパパさんは今日は13安打ですよ。終盤はホームが遠かったように思います、ね、7連勝の後の連敗、早く連敗を止めて借金返済に向けて頑張ってほしいと思いますということ。そうですね、ヤー君、今年は決して貧打ではないんですよね。タイムリー欠乏症なんです、うん、まあそうなんだよな。で、連勝してる時はタイムリーが出たんだよ。でやっぱりね、そこで取れる時に取っておかないと苦しくなるということではありますけどもね。まあでも毎回毎回チャンスに点が取れるわけじゃないんで、これはね相手も抑えようと必死に来るわけですから。だけども、もういつも監督おっしゃるようにどこで打つかなんだよね、本当にね。坂井戸さんですが、現地でしたということ、ありがとうございます。井口投手の火消しには痺れましたということで、ありがとうございます。それから秀救急さんも現地だわ。相手は初回エラー絡みで4番のタイムリー、こちらはエラーが絡むでも4番で点が取れず。そうね、初回はまさにそうだったね。同じようにツーアウトでランナー得点圏という場面で、初回村上君がヒットだったもんね。そうだな、悔やんでも仕方ないので切り替えて明日も変わらず応援するのみですねということね。一生懸命前を向いてくださっております、ありがとうございます。マウイさん、ラオウのホームランと森くんと太田くんのタイムリーにもかかわらず負けてしまったのはチャンスで打てなかったのが敗因ですね。そうですね、まあそういうことなんだよな。はい、それからですね、しーちゃんさん、今日も負け方、1回3回の表、守備がうまくいかず失点してしまい、8回裏村上君のダイビングキャッチもあり点取れずという展開でしたので、守備で明暗が分かれた試合となりましたね。まあ確かにな、ね、ただまあラオウの今シーズン第1号、森君の復帰後初安打初タイムリーが出たのは今後に向けて大きいです。明日勝ってタイにしたいです。本当そうだね、おっしゃる通りです。森君のツーベース本当見事でしたもんね。ラオウの一発も良かったね、第1号ね、ナイスバッティングでした。はい、それから、1988-1019川崎さんは、連勝中はチャンスで必ず得点していましたが、ここ2試合はチャンスで得点できませんね。もうそうだから負けてるんだよね、本当にね。そんな感じでございますね。それからよりよりメタルさんですが、8回裏の2者連続三振からの先頭打者初球ホームランは、9回の表の先頭打者ホームランね、あまりにも綺麗な流れすぎて改めて野球って流れが大切だなと実感しました。まあ、本当その通りなんだよね。ありがとうございます。翼さん、昨日の完封負けとは違って打線の流れはあと少しといったところで惜しかったです。そうなんだよね。今日よりも、明日は現地です。今日よりもいい試合展開を期待していますということ、お待ち申し上げております、ありがとうございます。ウッチーさん、明日明後日は死ぬ気で勝ちに行け、こっちも死ぬ気で全力応援する、頼むね。それからオリアスさん、現地負け方でした。追い上げましたがもったいない試合でした。特に失点の仕方がなんとも、本当そうなんだよ。それがなんかこう悔やまれるよね、ということですね。いつも刀アカンコートさん、
8回の満塁で連続三振は痛かったです、ねその直後の被弾で勝負ありって感じでしたかね。まあそうだね、おっしゃる通りです。野球って怖いね本当に ね、リモさんは太田が出場していて安心しました。もうタイムリーも出ましたしね、はい、それから福井のキエちゃん、先制された後いつ点が入るかなと思っていたらラオウのホームランでした。ただ8回満塁のチャンス生かせなかったのは残念でした。明日は勝てるように地道に地道に応援しますということをありがとうございます。本当にね、綾瀬恵里さん、また嫌な感じで負けました。ミスをしたのとチャンスを潰したのが痛かったですね。こういうのを今シーズン何回見たことかということ。このままずるずるといかないといいのですがということ。本当そうだね、明日がだからすごい大切になってきます。頑張れ公平って感じですね。ハーナさんは8回のチャンス無得点からの試合を決めるオスナのホームランはダメージがかなりありましたねということは、もうあれでもう流れはもう完全に流れというか、もう勝負がほぼ決まったよね、正直ね、ということですね。あゆさん、太田くんスタメンで安心しました。なかなかうまくはいきませんね。でもラオさんに今シーズン初ホームランが出てよかった。森さんも調子上がってきたし、とりあえずこれ以上離脱者が出ないことを願うばかりですということですね。本当そうだね。Pちゃん、今日も負け方になっちゃいました。安打数はヤクルトを圧倒しているのに1000になりきれず残念です。明日と明後日は現地観戦です。明日から全員で勝つね、頼むね本当にね、そういうことですな。ということでたくさん頂戴しておりますけれどもね、まあ、あの皆さん同じような論調ですわ本当に。ここで踏ん張りどころなんだよね。せっかく連勝7連勝というね、大型連勝した後にそこで連敗してしまったら、なんのこっちゃないということになるんで、ここでなんとかね、耐えることができたらあの連勝の価値があるということになってくるんでね、まだ初戦落としましたが、カード勝ち越しの目は残っておりますんで、明日明後日皆さん応援よろしくお願いします。大前は明日明後日実況でございます。今日浜野先輩でございました。じゃあまた。